なるほど。確かに。うん。もともと味の濃いものをちょっと持ってきたらよかった。なるほど。はい。はい。では突然ですが、はい。緊急企画、ドッキリ仕返しをします。マジか。はい。セッティングチェンジしまーす。はい。前回、私に、うん、パソコン渡していたじゃないですか。はい、割とドッキリ的な感じで。あれをね、お返ししたいなと思ってまして。これはね、昨日私がみんなにパウエルの質問をちょっと募集しますって言ったら、まあまあ出てきたわけですよ。なので、はい、めっちゃ来ました。マジで100個あるの？ 100 個あります。マジであんの？うわ、ほんまや。パウ君に100の質問してみた。はい、ありがとうございます。じゃあ一発目、景気よくいきますね。はい。撮影終わりに質問ありがとうございます。はい、行きます、はい。出身地は三重県です。誕生日12月11日です。年齢は36です。身長は163。血液型は B 型。最終学歴教えてください。大学院。視力は 2.0。 あ、結構いいんですね。裸眼です。あ、素晴らしい、はい。足のサイズは36.5。 36? でかすぎる。間違えた26.5。 はい。趣味ダンス。家から駅まで徒歩何分？10分。好きなお菓子は？じゃがいも心地。自分のチャームポイント教えてください。ほぼね。犬派？猫派？猫。誰にも言ったことのない秘密を教えてください。誰にも言ったことないでここでも言いません。普段トレーニングってしてる？してません。演奏できる楽器って何でしょう？ギター、ブルースハープ、ピアノちょっとです。え、あかん。いや口癖は？よく行くお店は？セブンイレブン。好きなおにぎりの具は？梅。普段どんな曲聴いてる？ゆず。どんな資格を持ってますか？自動車免許と、あの、自動二輪、中型の免許持ってます。動画編集のこだわり？読みやすい文字と、見やすい絵面。会社の仕事仲間に一言。みんな頑張ろうね。しんどいけど。自分を動物に例えると？カッパ。カラオケの18番を教えてください。ゆずの曲。好きな映画は？バックトゥーザフューチャー。なんか普段のルーティーンってありますか？頭から洗う。ダンス以外の特技を教えてください。見た。イトの今年の誕生日は何を渡しますか？それは言えませんね。皆さんお楽しみに。動画にするってこと？地元で呼ばれてるあだ名を教えてください。ツーモン。朝家に出るまでにかかる時間は何分ですか？30分。黒歴史ってあります？あります。よければ教えてください。あの、幽遊白書って知ってますか皆さん？マジで例が打てへんかな思ってめちゃくちゃ集中してずっと練習したことあります。打てた？打てなかったです。なるほど。黒歴史です。めっちゃ集中してましたね。なるほど。好きなアニメを教えてください。幽遊白書。完璧やんこの流れ。何フェチ？膝。みんなに自慢したいことってありますか？富豪です。嘘な、そこそれは煽りすぎか。子供の頃の写真を見せてください。はい。ダンス始めたきっかけは？高校の時に文化祭で舞台で踊ってる同級生と先輩を見てです。好きな YouTuber っていますか？寿司ラーメンリブ。大人になって食べられるようになったものを教えてください。特になし。もともと嫌いなものもなし。好きなお酒を教えてください。日本酒。初任給で買ったものって何ですか？ちょっと何かを忘れましたけど家族に何かした気がします。好きなゲームは何でしょう？ドラガリアロスト。プレイルーム結成のきっかけは？学生時代にダンスのバトルイベントに一緒に出ようって言ったのが結成のきっかけです。名古屋のね。一人暮らしで初めて作ったご飯は何でしょう？肉じゃが。体の弱点を教えてください。頭。え、悪いってこと？いやいや、頭がね、痛くなるんです、すぐ。一番努力、または勉強したことって何ですか？ダンスじゃないかな。今までの人生で、一番高い買い物を教えてください。車。座右の銘は？ご自身。タバコって吸いますか？そうなんです。習い事って何かしてた？習字、そろばん、水泳をやってました。頻繁に見る夢ってあります？ちっちゃい頃は、谷底に落ちていくのを俯瞰してる夢はよく見ました。これだけはこだわってるっていうものありますか？人を極力不快にさせないような言葉遣い。コロナが落ち着いたらやりたいことってありますか？ジョギング。どうしても捨てられないものってありますか？昔 の自分で取ったノートとかいつまでも捨てれないです。中学生の時に熱中してたことは？卓球。コンビニで必ず買うものを教えてください。必ずっていうかよく買うのは、うん、アメリカンドッグ。おお、水じゃないんや。水じゃない。なんか水のイメージは。将来の夢は？YouTuber じゃないですか。こんなになってて別の夢言うのもちょっとあれかな。なるほど。どの季節が好き？春。糸に打ち明けてない秘密を一つ教えてください。言ってないことか。言ってないことを。いや、ないなぁ。ないです。こんだけ食べて。目覚めていたら女性になっていました。まず何しますか？体触る。
ええってなる絶対、どんな女の子がタイプ？あ、可愛らしい人。好きな女性の髪の長さは？だいたい肩ぐらいまでかな。子供できるなら男の子女の子どっちがいい？どっちも欲しいけど男の子かな。一番のモテ期はいつでした？ない。引っ張り。彼女の前ではどんな態度？すごい気を抜いてます。何歳差まで恋愛対象ですか？何歳差でも。いざって時の口説き文句を教えてください。そんなんあったら今彼女いるけど。よく使う携帯アプリを教えてください。カメラ。好きな言語は？日本語。 YouTube でよく見てる動画って何ですか？まあ、さっき言った寿司ラーメンもそうだし、フィッシャーズとか東海オンエアとかみんなでワイワイしてる動画も結構好きです。好きなお寿司のネタは？サバ。過去に戻れるとしたらいつですか？戻りたくないです。直したい癖ってある？ギリギリまで動かん癖かな。確かに。糸に合ってない時間、何日糸のことを思い出しましたか？合ってない。あ、だから1週間のうちか。いや、毎日やね。こういう、俺が考えたんちゃうんだけど、言われると恥ずかしい。覚えている中で一番古い記憶を教えてください。多分、2つか3つぐらいの時やけど、なんかのお祭りに、お風呂とかって行った時に、その祭りでお面かぶった人がこっち来て、むちゃくちゃ怖かったのも覚えてる。10年後への自分に一言。成功してるか。タイムカプセルに何を入れますか？自分で自分に宛てた手紙。今のお財布に入っている金額を教えてください。22,238円。まあまあ入ってる。決め顔やってください。3、2。クイックイックイやってもらおうか。3、2、1。必ずカバンに入っているものは？免許証。好きな家電は？スマホって家電。電話？お前から家電じゃん。お前それスマホです。糸の好きなところを教えてください。おー、なかなか難しい。難しいの？簡単であり難しいよ。それはどういうこと？何でも聞いてくれるとこかな。聞き上手ってこと？聞き上手、答え上手。もし生まれ変わったら何になりたいですか？神。え？ちょいちょい変なこと言うな。スマホの中に入っている写真は何枚ですか？28,600。最近撮った写真って何ですか？今日撮った写真です。富士山。行きの新幹線で撮った富士山です。今日天気めっちゃ良かったんですよ。ウインクできる？3。あ、待って。もう学習せよ。3、2、1。両目つぶってなかった今。嘘。ほんまに。もし糸と入れ替わったら何をしますか？ご飯めっちゃ食べてみる。苦味、辛味、甘味、酸味、どれが得意で苦手ですか？苦手なのは苦味だよね。で、得意なのが、辛味は得意かな。これをされたら一瞬で怒ってしまうことってありますか？ないです。携帯のカバーは何使ってる？手帳タイプのカバー。ビーフ or フィッシュ？ビーフ。これだけは譲れないものってありますか？自分の時間。一番最初にやったアルバイトを教えてください。ブドウ園。プレイルームチャンネルの今後の目標は？チャンネル登録者数1000人です。見てくれているファンの方に一言。いつもご視聴ありがとうございます。楽しくやっていきますんでお付き合いください。はい、以上になります。あー、いいですか。ありがとうございました。お疲れ様です。質問全部とはこのことです。そう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 。意外とこういうのやってなかったからね。確かにね。少しパオ君のことを知っていただけたかと思います。はい、考えていただいた皆さんも本当にありがとうございます。ではありがとうございました。ありがとうございました。はい、またね。バイバイ。3、2、1。検証結果、両目いっちゃってる。プレイルームチャンネル、次回もお楽しみに。